地球防衛軍4を2人でハードモードをクリアしていきましょうの番外編。番外編。はい。ダウンロードミッション4の。はい。4。じゃあダウンロードミッション1だね。パック1の4。まあそんな感じですわ。はい。細かいことはいいや。はい、うん、細かいことはどうでもいい。まあとりあえずあったらしいんだよ。そう。うん、場所がね。そう。まあ、今回、城塞。城塞でございますわ。まあ、城塞って聞いたことない。よう見たら今回結構難しそうじゃない？何？ UFO いるわ。うん。足いるわ。足。はい。ガーディアンいるわで。でここちょ真ん中ちょうど下ヘクトルさんも見えますわな。本当だ。でもなんか地下トンネルの出口を破壊してるってこと。巨大生物まで来るの。マジで言ってんの。結構むずない。やめる。やめようか、やめてもらうかな。やれや。何やそれ。じゃあ行きましょうか。ハードモードパーン。左がベイ君、右が岡部でお送りします。はいはいはい、 UFO、 はい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 、あ、全然当ててないな。はい UFO、 はい UFO、 はい UFO、 落ちない。落ちねえか。落ちねえか、あいつは。あ、やばいな、やばいな。足折るで、足折るで、足折るで。はい、なーや。やばいやばいやばい、なーやばいよ。緊張感持ってこ、緊張感持ってこ。なーや。こっからめっちゃむずい。あ、マジで。うん。え、落ちたね。落ちたな。なんだ、え、何、何、どういうこと。今どこにいた。建物の上におったんや、俺ら、どうやら。ああ、いや、死んだって思った俺も。安全地帯やったんや、じゃあ、わりかし。なるほどね。こっからじゃあ本番やぞ。本番スタートやぞ。やべやべやべ、どうしたら。やばいな、足めっちゃおるぞ、ね、で、ガーディアンもおるぞ。ガーディアンの足、アリも来た、アリも来た。アリも来た。緊張感持ってこい。どうしたらいいんだ。よ、緊張感、緊張感が欲しかったん、でも俺は。緊張感欲しかったんだ。ぬいんだよと思ってたの最近。マジで歌うのか、歌ってる場合じゃねえよって思った。前回歌ってたのそれは。歌いましょうか今日。待て、歌うことならば任せていただきたい。オッケーオッケー、うん、オッケーオッケー。じゃあその辺は好きにしてくれ。オッケー。なんかいい話題があれば。話題があれば。あー、ちょっと待って待って、引っこ抜いて、あ、歌に持っていきましょう。ふひふひふひ。ではちょっと検索引っかかんないですけど。はいはいはい、歌の検索に、はいはいはい、電目ないかな。電目、電目で何やったっけ。あ、カラオケや。え、そうです、カラオケ。カラオケの電目だったな、カラオケ楽しいですよ。カラオケ好きじゃない俺。一人で行くの楽しいです。人にカラオケはひどいよ、人からマジ楽しいっすよ、いつでも歌える。あ、また足振ってるやん。足、これマジで、ちょっと待って、これ大変やな。あ、大丈夫か、めっちゃ減ってるやん。なんで。え、ちょ、待て、アリおる、アリおる、アリ一匹おる。一体私は何にいたの。俺の近くにね、一応あれがありますので、ご安心くださいよ。あ、ガーディアン。やっぱりでかいの倒さないと落ちてくるな。痛い、なんか食らったぞ。ちょ待て待て、落ち着け落ち着け。アリ、アリちゃう。はい。ちょ待ってや。シールドベアだ、だ。ベアだ。シールドベアラもいるから結構難しい。ああ、ナイスナイスナイス。そうですね。やっぱでもでかいのを倒さないと落とせないから。とりあえず UFO やんな。UFO なんとかまずせなあかんよ。届かない。届かねえな。あ、足壊そう。よしよ。当たる当たる、いいよ。今当たるで。あれでもほんの少ないですね。アリはそんな和感か。でも来てるね、でも来てるね、とりあえずは。OK。いいよ。危ね。で、これをやってるうちに結局また生まれんねんな、足が。そうなんですよ。だから本当は遠くに行った方がいいんですよね。あ、ナイスナイスナイス。あー、もろもろくやった、もろくやった。ほら、また空いてる。はい、空いてる。近くに行かないと、でも撃てないんですよね、あれは。でもあいつに攻撃撃たなければ問題ないんです。動かないです。オッケー、了解了解。あいー、めっちゃ減ったー。なんでこんな爆発したの、ほんで。大爆発を招いてたけど。何を食らった今俺は。あいつに撃たないでください。まず。ああ、落とされたら、ほっとけってこと、ね、撃たなければ動かないです。はいはい、気づいてないってことか、了解了解。じゃあ UFO あくまでも、あ、開いた開いた。右開いた。じゃあ右打ちますか。まだ食らった俺。これ何？明らかに爆発してんけど。何かは爆発しました？あ、全然届かないわ。あ、やばいなこれ。近づかないと無理ですな。何や何、まずとりあえずシールドベアラー倒しに行きます、今。え、やるな。近場のね。お母さんやるな、それは。うんこれ紫かな、俺が食らってるのさっきから。えらいダメージあんねんな。一応ね、はいはい、なんか飛行のやつからもね、撃ってくる可能性がありますよ。飛行ってどれ、飛行って。あの丸いやつですよ、上から落としてくるじゃないですか。え、あいつも撃ってんの今。あいつから来るときありますよ。え、マジでマジで、うん、シャレならんやん、それ。そう。あ、でもこいつだ。シールドベアラーが撃ってるわ。シールドベアラーが撃ってんの。あー、マジ大丈夫大丈夫。55。55はまずいやろ、さすがに。まずいか。まずいな、まずい。
あ、しまった、撃っちゃった、なんか知らんけど撃っちゃった俺。何を？敵を。水撃ってしまった。死にたがり目ないんですよ、ここに回復は。あー、でも潰れた潰れた、よかったよかった。これを食らってんのか、さっきから。回復という文字がない、回復という文字がない。待てよ、アリそろそろ来るっぽいね。アリそろそろ来るで。あ、まですか。これ難しないか、このミッション。よいよい。あ、そっち行ってる、そっち行ってる。アリ、アリそっち行ってるで、気をつけろ。アリさん、アリ近いで、アリ近いで、アリ近いで。オッケーオッケー、潰した潰した潰したってない。アリ近いで。あ、え、何か飛んできた。何が？死骸を投げてきた、向こうから。マジで投げるの？ああ、なんですか。たまにすげえ爆発するね。たまにすげえ爆発。なんで、あ、サービス、なんですか？これでもこれじゃないよな。え、でもやっぱり紫色撃ってきてるっぽいんだよな。でもなんか紫の爆発じゃないよな。明らかに火の爆発やもんな。あ、確かに。あれ何やろ、撃ってきてる？やっぱり。やばい、これむっちゃ難しいっちゃうか、このミッション。もう、マジか。ちょっと待って、落ち着け、落ち着け、落ち着け。やっぱり。はいはい。撃った方がいいのかな、あのでかいの。あ、でもでかいの撃ってきてません。やっぱど、そうなん、やっぱそうなんか。まあ、わからん、わからんぞ、わからんぞ。とにかく、いきます、いきますよ、いきますよ。はい、オッケー。はい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 。ってことは、UFO 絶対倒さなあかん。あ、やっぱヘクトルちゃうか、あれ。あ、マジっすか。いや、わからん、どれかわからん、結局のところ。あー、足が気づいたっぽいね。あー、あれ。あー、UFO 撃っても足は気づくんや。なるほどね、なるほどね、オッケー、了解ですよ、了解ですよ。あー、来てるね来てるね、近いね近いね。こいつが撃ってるか、もしかして。もう全然わからない。やっぱこの宇宙船が撃ってるの気がするんですよね。宇宙船って言ったの初めてな気がする。あ、何でしたっけ、円盤。宇宙船、いいねいいね、宇宙船は消したい。よし、ベア1匹殺したから、消したい。逃げて、こっちの UFO のほんで体力が半端じゃないね。そう、実はちょっとね、やっぱり耐久性がありますな。なんかえらい耐久力あるな。あ、え、なんかベアラーが撃ってんのかな。なんかベアラーがもう全然分からへんから、もうとりあえずどうでもええわ。とりあえずね、なんか、うん、とりあえずもうどうでもええわ。あ、やっぱなんか撃ってきてる。なんかがやっぱり撃ってきてる。何かが撃ってきてるわけですよね。何かが、何かしらが撃ってきてるよ。すげえ存在感あるやん。あ、あった、あいたあいた。気をつけて気をつけてや。あ、オッケー、落とした落とした。あ、あり近い、あり近い、あり近いよ。オッケーオッケーオッケー、よいよい、感じいい感じ。慎重に行こう。うん、確実に倒してったら勝ち目はあるから、俺勝ち目はあるっていうか絶対勝てるはずやぞ俺。勝てます勝てます、大丈夫です、勝てるで。とね、やっぱり回復欲しいんですよ。回復欲しいな、マジで。曲がまだピンチの曲やからな俺らの。でん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 やから。あ、マジか、言ってんの。あ、こいつやお前か、全力で潰す、お前は。お前が分かりゃ怖くねえよ。て、あ、入る、よかったよかった、オッケー。あいつさえ潰したらもう勝ちやろ。バカ野郎が。あいつマジ帰れよな、最低やな、あいつ。あいよ、遠距離砲弾撃ってく、いけー。大丈夫か大丈夫か、まだなんかおるか。じゃあ右側におりますね、あいつ。クソ、クソ野郎。オッケーオッケー、 UFO 全部倒して、クソ野郎が。で、スーがまた湧いてるから、スーちゃん。あ、取られた。よよ、回復くださいよ。ソーリーソーリー、なんか俺と、なんかやらかしたか、俺。やらかしたか、俺。何なんかやらかしたんか、なんかさっき怒ってたけど、大丈夫。ああ、回復取られた画面の前で。ああ、オッケー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 。それで怒ってるだけです。オッケーオッケー。はいはい。こいつ倒さなかんな、じゃあ。ええ。はいはい、オッケーよ。で、で、で。よ、いい感じやで。こいつは無視か、無理無理無理。虫ですよ。虫やな、虫虫。はい、はい、ガッガッガッ。撃ってみて。で、まだなんか撃ってくるやつおるよね、でも紫。ますます。あのね、ベアラーの後ろにいるんですよね。最低やな。後ろから。最低やな。虎の胃を噛む。しかもベアラーの中に入ったから。うわぁ、性格悪すぎってやつやん。そうですよ。なんやそれ。もう性格とか、本当に顔に出るからね。うん、気をつけた方がいい。あーすーかー、私に向かって撃ってきそうな予感がする。無理すんなよ無理すんなよ。あ、今撃たれてる撃たれてる撃たれてるで、撃たれてるで。えっとねやばいな、やばいな、これはまずいな、これは非常にまずいな。あ、噛まれた。まずいな、まずいな。噛まれてる間はまず大丈夫ですよ。あ、いつやらで逃げて逃げて、もう逃げて逃げて逃げ逃げ、飛べ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 よ。飛べねえな、当たってないな、こいつに。飛ぶよ飛ぶよ飛ぶよ。こいつに飛ぼうかな。俺のダブルダブルに向かって飛ぶ、ダブルに向かって飛ぶ。R でしょ、あなた。あ、そうか、R か。
まあ、すまんすまんすまん、パニックってるわ俺も。いいよいいよ、いい感じやで。はいはいはい。で、まず戦略としては、はい、ヘクトルの近くのベアラーを倒すか、ヘクトル自体を倒すかやな。ヘクトルかな、うん、数だとでもいいわ、もう数のオカメと異名を持っているけど、ちょっと今は私数をやりに行ったわけじゃないですよ。ベアラーを壊さないとあいつ誰でもないかと思って行ったわけなんですけど、はいはいはい、まあまあまあ、はい、紫飛んでるで、紫飛んでるで、紫飛んでるで、どこにどこに飛んでる、誰に向けて飛んでる、危ねえ、マジ怖いねんけど、あの紫。よし、よし、いい感じで回復はできましたね、オカメさん。はいはいはい、ないよ。よし、よしよしよし、近い近い近いで、近いやつが一匹いる。オッケー。では、はい、行くか、一緒に行こう、一緒に行こう、うん、協力プレイで行こう。はい、紫撃ってる、紫撃ってる、紫はここ、ここ行ったら大丈夫か、ここ大丈夫か、ここ1、うん、ここ大丈夫、右に行ったぞ、あいつ、ええよ、よしよしよし、ええ感じで、あーでもシールド広っ、ちょっと俺右側から攻めてくれ、はい、右側から。オカメさん680、俺もオカメさんの体力だけ見てるから今。それはいいんですけど、画面全く見てへんから今、カメの体力しか見てない。686 OK、 ヘクトル倒した。よし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 、ええよ、661やで。え、大丈夫です大丈夫です。でもヘクトル倒したからほぼ勝ちは間違いない、俺たちの集中に収めた、はい、あと数壊したらいいだけな。はい、数は待ちたいね。俺も数狙ってる、俺も数狙ってる。2つありますか、数。あ、マジで、了解です、はい、了解です、了解です。おお、ほんまほんま、真後ろにありがとう、せこいな。オッケー、今回マジ敵なんか戦略的やな、陣形が。なんかもうひどいですね、陣形が戦略的すぎやろ。よし、取りに行こうか。うん、とりあえずまあこれで回収を適当にやっちゃってくださいよ、岡村さん。オッケーオッケー、回収が、おーほら、曲変わった。いやー、曲緊張した。正直緊張した、このステージは。テーマが、うん、なかなかでも、うん、面白いステージやったと、ねえ、うん、認めてやろうか。もう、そんな終わりに近いみたいな。うん、認めてやろう。なんか、ダウンロードコンテンツだけあるやないか。ねえ、さ、なんか、まあ、さっき一回ちょっとバカにしたけどね。これで有料かよって、なんか、すげえ怒ってもったけど、ね。めっちゃ怒ってますよね。うん、申し訳ない、サンドロットさんよ。ちょっと、言い方変えた方がいい。もうちょっとお安くならないですかね、サンドロットさん。どうどうこれで、ね、いやいやいや、もう買ってしまったので安くなくそうもないですよ。キャッシュバックキャンペーンをやっていただければいいキャッシュバックキャンペーンやってくれないですかね、サトルトさん。てん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 、この曲名曲。あとはなんかもっとこう、なんだろう、洋服とか、あ、いいね、そうやな、衣装増やしてほしいよな。そうそう、水着とかあったやのにな。そうそうそう、スクミス飛ぼうよ。スクミスでね、もう男はどうでもいいからね。なんかもういいんですよ、見た目、装備というかね。そうか、それの、その発想はなかったな、でしょ、俺には。リングダイバーはもっとエロくしたらいいね、うん、そう。で、フェンサーは着ぐるみにして。うん、あ、いやいやいや、うん。で、こいつはスーツやろ、そうそう、スーツ、スーツ。戦うサラリーマンみたいな。エアレイダーはまあどうでもいいとして。エアレイダーは。宇宙服。あ、宇宙服っぽいな、すでに。倒していい方でもう。あ、もう行きます、うん、ほんと痺れ気がします、ね。あ、いやい。マジで。飽きたってなんや。空いてますね、ほんましんどいね、レンジャーは。いやいやいや、いいんだよ、集めなくて。ちょっとそのいつらの目を引きつけておけばいいだけなんじゃないですか。だって俺こうやってこうやってるだけやで、遊んでるようにしか見えんやんか、これ、うん、視聴者からしたら。喋っとけば、レンジャー何してんだよこいつってなるやん、ほら。そうかそうか、こいつまで敵と押さないんだよ。じゃあいいですよ、私は水に落ちます。どう、アイテムは、アイテムないでも、もうないよ。オッケー、じゃあ、あー、あの下にあった、マジで、よし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 、よかったな、でもこれでクリアでよかったな、よう考えたらな。バタ足バタ足飛べない。バタ足してたな、確かに。絶対飛べ、潜る、潜れるよな、潜れるし、その重さなら、うそうそう、飛べなくなるし。よし、結構難かった、でもほんまに、ね、あ、もうなんかやっぱり頭脳戦でしたな、今回は。いい陣形を作ってきたね、うん、マジ焦ってきたもん。というわけで今回は城塞クリア、うんうんうん、じゃあ次回予告、はい、ファン、冬戦艦、え、冬艦隊です。やったー、感じ勝ったで、やったー、させんさせん、というわけで次回をお楽しみと言いたいところではありますけども、はい、なんかありましたっけ、何がですか、なんか言うことあったっけ、いや特にないです。なんか俺言うことあったなって今すげえ思ったけど、あ、面白いことかなんかですかね。それはまあまあ次に撮ってきましょう、次に撮ってきましょう、はい、で今回はありがとうございました、はい、お疲れ様でした、それでは次回。